大人気楽天シリーズということで、楽天がですね、昨日ですね、最大で3300億円の公募増資を、発表したことによりですね、昨日はもう株価ストップ安、さらにですね、今日になっても 5% ぐらいの下落ということでですね、時価総額約9700億円、1兆円割り込むところまでやってまいりました。まあ、市場はですね、30% 分ぐらいの、増資ということで、まあ、最大3300億って言ってるんですけれど、今の株価だと到底3300億も、調達できない、多分2000何百億とかになっちゃうと思いますが、そういった形での公募増資。まあ、公募増資っていうのはですね、株式の希薄化、まあ、今回は本当 30% っていうのは大体もう市場でね、取引される、まあ、株式で、増資をする中でも公募増資っていう、こう一般にですね、広く、公にですね、募集すると書いた公募なんですけれども、公募の規模だとも、まあ、30% が最大であろうというふうに言われているぐらいの数字。まあ、それぐらい財務的に楽天モバイルがうまくいってないことによって、そこまで財務的に追い込まれていると。先日もですね、KDDI との提携で、まあ、プラチナバンドとかを使ってですね、まあ、ローミングでですね、楽天がカバーできてないエリアをカバーしようという、まあ、それもちょっとね、無制限にその、KDDI に対してですね、そのギガの利用料を、払うという形になるので、これが本当にきちっと出るか、京都出るかっていうのはわかんないんですけれども、まあ、さらにですね、先日声優もですね、200億円ぐらいで、外資系のファンドに売却しておりましたが、そこに来て、今度は株主から調達するということで、もう資本コストが一番、まあ、会社にとってはですね、一番痛手なので、最後の奥の手と、まあ、要は、借り入れとか、社債とかですね、銀行借り入れとかも限界に来てるということが、まあ、露呈したんではないかなと。まあ、ここに来ても自己資本比率も下がってきてますので、ここで自己資本をですね、充実させないと、経営的にも、まあ、やばいと。いうことで、増資に踏み切ると。ただですね、これ株式の希薄化を、招きますので、一般株主はですね、株価が、まあ、自分が持ってる持ち株の価値が、まあ、3割近く下がるということで、それを嫌気してですね、株価が下落しているというような状況でございます。そしてですね、まあ、今回の増資なんですけれども、もうすでにですね、サイバーエージェントとかですね、そういった会社もですね、応じるというようなことが日経新聞でも報道されておりました。特にまあ、サイバーエージェントはね、一回本当昔ですけれども、15年以上前、村上ファンドからですね、村上ファンドとですね、ボーネット企業からですね、乗っ取られそうになって、それを実は助けたのが三木谷さんだったということで、まあまあ藤田さんはですね、社長の藤田さんはそういう、まあ、恩に熱い人物なので、今回もですね、楽天が、まあ、非常に大変だということでですね、増資に応じるということになったんだと思いますけれども、それに加えてですね、楽天三木谷社長のですね、持ち株会社、クリムゾングループ、こちらの方もですね、増資に応じる意向のようでございます。ただですね、これ、三木谷さん、個人とクリムゾングループ、そして、三木谷春子さん、奥さんですね。合わせて今、ギリギリ 33.3% 以上を持ってるんですけれども、まあ、今回、増資をして、まあ、全くその三木谷さん、一派がですね、増資に応じないとなるとですね、株式、まあ、最大、そうですね、25% ぐらいまで希薄化してしまって、まあ支配権は、まあ例えば重要事項の拒否権というのが3分の1以上持っているとできるんですけれども、それすらも失ってしまって会社のコントロールができなくなるばかりか、まあ会社から追い出されてしまう可能性も出てくると。まあ僕もね、ライブダー事件で逮捕された時にですね、持ち株比率 18% ぐらいまで落ちてたので、会社の経営権をですね、グリップすることができなかったんで、まあその後保釈されてもですね、会社に戻れなかったわけですけれども、まあ、楽天モバイルでですね、会社を危機に陥れた、落とし入れたということでですね、株主から解任動議が出る可能性も、十分にあるということで、まあ、なかなか苦境に立たされてる、と思います。で、楽天これまでにですね、2006年と2015年にですね、公募増資をしておりまして、まあ、今の株価、まあ、600円ちょっとですけれども、それよりもはるかに高い、まあ、大体ですね、2015年がですね、発行価格1905円で、調達1800億円の調達をしてます。そして2006年はですね、発行価格961円。
でですね、調達金額1100億円ということでですね、今より全然、高い金額でですね、公募増資をしているということで、その当時に公募増資に応じた株主なんかは、まあ、大損してしまっているということで、まあ、今回もね、安くなれば、増資に応じる株主はもちろんいるとは思いますけれども、この増資が、まあ、3300億円、目論見通りに行くかというと、これまでもですね、楽天銀行なんかも IPO してもですね、そこまで目論見の金額いかなかったりとかしたんで、まあ、かなり僕は厳しいんじゃないかなというふうに思っております。今回のね、増資で、本当にもうね、打つ手はですね、もうあとは楽天クレジットを売却するとかですね、そういったところになってくると思われます。そうですね。まあ、あとはそのサイバーエージェントのようなですね、新派企業、こういったところからの増資でなんとかしのぐという形になりますけれども、まあ、今後ね、モバイル事業の、じゃあ、どうやったらモバイル事業がシェアを取れるのか、考えてみてくださいよ。その、まあ、無制限でギガが使える。これがメリットある人って多分僕ごく少数だと思うんですね。自宅で光ファイバーを引かずにネットゲームとかネット動画とか見放題ってもうそれでもね、テラとかいかないと思うんだよね。何百ギガ。まあいかないと思うな。僕ですらですね、モバイル中心で使ってて100ギガ使わないですからね、月間。なので大半のユーザーは本当にフリー Wi-Fi スポットとか会社の Wi-Fi とか学校とかですね、フリー Wi-Fi スペースとかでいろいろ工夫をしながら使っていて20ギガも使ってないんですよ。で、そんな中楽天のその無制限プランを喜ぶ人たちがその全人口のどれぐらいいるんだっつったら僕 10% いないんじゃないかなと思うんですよね。で、そういった人たちに今の楽天のプラン、アンリミテッドのプランはですね、この間ね、発表してたプランはですね、響くとは思うんですけれども、そういう人たちが人口の 20-30% でもいればいいんでしょうけれども、そんだけいないと僕は思うので、そう考えるとですね、楽天のシェア増えても5%ぐらいなんじゃないかなと。5% 増えても楽天モバイルは黒字化するのかしないんじゃないかっていうふうに私は思っているので、今回の公募増資、もう最後の手段。これでですね、黒字化しないとなるとキャッシュローがまたマイナスということになるとですね、楽天さらに苦境に立たされると思います。ということで、楽天の今回の公募増資についての解説でございました。いってらっしゃい。